Mega step, pull the concept, flip to the script. Yes, we are the best. Jump all around, jump all around, move that body. デルデルラッキーグループプレゼンツ、ホールの中心であるあるを叫ぶ男と女、あるあるを叫ぶ男、上野光です。そしてあるあるを叫ぶ女、ななみこ鉄道ななみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。曇りだね。ああ、そうですね。あとね、私ケイシー高見に行って、はい、そうですね、半袖で寒いですよね。前回の収録は暑かったんですけど、めっちゃ、そうですね、今回9月入ってまして、はい、ミスったね。そうですね、私もちょっと長袖にして正解だったなと思って、ちょっと溜めてたんですよ、うん、暑いかなと思ってたんですけど、9月そしたら思ったより寒くて、ちょっと今寒くないですか。ちょっとスカート、ジャージ欲しいですね。ジャージ欲しい。じゃあ下にジャージ履きたいんですよ。田舎によくいるじゃないですか。女子高生に。今日のコンセプトは、今日は普通のなんか正当なブレザーをちょっとしてみました。ブレザーの制服の夏服。夏服でもない。夏じゃないですね。これは秋服ぐらいですね。秋服バージョン。はい。でもパチスローとかも関係ないと。関係ない。ということで、はい。ておりますけども、はい、今回ですね、スロットミュージアムデルデルさんですね、通名が入ってますに、はい、お伺いしてますけども、私前回というか、もしもパチンコスロイトというのですね、はい、こちらの方をお願いさせていただいたときに、はい、ちょっと見ていただけると分かりますけど、はい、頭がすごいすごいですね。まあ、並び順という、まあ、今時ない、まあ、今だと抽選とかね、うん、そういう感じなんですけど、ここも本当純粋に並び順という昔ながらのそのパチンコ屋の形態を取ってる、まあ、お店なんですけど、まあ、だからもう本当ある意味平等だよね。並んだものがちゃんとうん、うん、でも並ぶ人はもう早い時間からとか。そうなんですよ、ね、私そのマシモパチンコスロイティングですね、4時半ですか、夜明けからしたら並んでみようと。嘘でしょ、よかった私じゃなくて。で、あそこのちょっとくぼんだところにですね、お家を作ってもらいまして、私そのお家でちょっと過ごすっていうのをやらせてもらったんですけども、はい、正直しんどい。それそうでしょ。正直言わなくてもしんどいの分かりますよ、伝わってきます。しかも収録なんで結局なんかその後はタイムね、うん、抑えないといけない、抑えないといけない。一番になれたんですか。全然だってもうそこだから100何番とかそういうレベル。じゃあもう泊まり込みしないと前の日の夜から。そうなんですね。ですね。なので私今回諦めまして。なるほど。諦めたからこう並んで私たち飛び出てるわけですね。そうです。今回は、まあ、これもあるあるですけども、はい、残り物には服がある作戦で。あ、なるほど、あるあるですね。服があるある、作戦で、あるある作戦でという言い訳で。そうなんですよね。そうなんですよ。そこなんですよ。持っております。ちょっと、はい、本当に無理なんですよ、このお店で取りに行くってなったら。だいたいね、皆さんね、夜中から並ばれてるらしいなんで、日が変わるぐらいから生徒の方とか並ばれてるんですよね。まあ、スロットミュージアムデルデルさんの、まあ、あるあるなんですけども。あー、なるほど、なるほど。なんで、今回は、並ばずに、並ばずに最後に入っていって、はい、残り物に刺すかどうか。あー、なるほど。いい残り物がありますように。ちょっと今のところ我々実践ではあんまりいいとこ見せられてない。サラバぐらいじゃないですか。そうですね、サラバもブルーレイズと入ってたっぽいのに分かってないっていう実態をね。ただまあ僕はそちらの担当じゃない、オカルト担当なんで、まあそちらではない、はい、大丈夫なんですけども。私はメッタ打ちにされてますけど、ずっとお金借りてますからね。
今日はもう今日はさすがに持ってきてるんだよね。いやでも私そんなに今日持ってきてないんです。昨日実戦だったんですよ。もう昨日実戦だった関係ないよ。負けちゃったんです。だからもう入ってないんですよ。なるほどね。昨日もう入ってないって言ったんです。低下しにもかかわらず負けたんです。低下しにもかかわらず負けた。結構負けたんです。結構負けたんです、ね。はい、というわけでウェルデルさんなんですけども、スロットメチャのウェルデルさん、ちょっと列が動き出しましたね。はい、じゃあこれの時間なんだ。これのじゃあ最後に最後尾どこ、すごい続々出てきますね。やばいやばい、やばいやばいやばい。なんかこれ残る台が、これ台が残るかっていう話。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、だってあれ今日日曜日いつ切れるんですかね。あのそろそろ残り物って決めたんで最後に、ね、最後に、はい、とにかく最後に、はい、続々出てきた。すごいですね。怖かったです。すごい、どこまでこれ続くのちょっと不安になりました私。これあるあるですか、このお店は。うわこれは、まあこれはちょっといじらないでおいて。これもいじらないでおいて。なんなんすか、ちょっとこれも無視して。いや、なんですか、めっちゃ出たがりめっちゃいるじゃないですか相変わらず。もう上野さん見失ってしまってるの私。あ、早い早い。あ、ヤカスわかんないですけど、今目についたって、もうこれ取っとかないとやばい感じなんです。なるほど。じゃあこれトッピー、これでこれトッピー。寝ないでください。これでいきます。全然セクシーじゃないし。昔悪いやつとかこれ 4つぐらいの寝てこうやって取ってたので、ありえない。はい、僕らはちゃんと1人1台。じゃあこのジャッカスチームで、ジャッカスチームイエーイやりたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。はい、というわけで、はい、ソロットミュージアムデレレさんに来ました。はい、じゃあこのお店がどうしてミュージアムなのかっていうのを、あ、そうですね、後々分かると思いますが、まあ、はい、店の中ちょっと回ってみましょうか。はい、まずはジャグラコーナーですね。はい、ジャグラコーナーから進めてみたいと思います。はい、アイムとガールズですね。アイム、ガールズ、ゴーゴーで、ゴーゴー、まあ取り揃えてますね。でこれに関してはまだいじりませんから。びっくりしたな。マイハッピー、ハッピーマイジャグですね。でミラクルもあって、まあ、まあ、かなりの種類がもうこの時点でジャグラーでもこんだけの種類が揃ってますからね。私ミラクルこんなに置いてるの初めて見たかもしれない。うん、ミラクルはなかなかないよ、ね、普通 2,3 台とかですよね。うん、でここがセンターのところですね、筋ですね。お、真ん中で我々が今日打つジャッカスチーム、はい、ビングで、リングビング、ビングですね。ビングビング、でここが真ん中ですね。はい、もうちょっと一回これ、まあ、パーンバーってぐるっと回ってもらうと、この作り自体も面白いですよ。中2階になってて、そうですね、確かに。なんか上で打ってる方が気分良さそう。確かに。なんかちょっとしかも出てたらより。で入り口入ってすぐの島が、まあ、ゴッド凱旋ハーデスですね。はい、でもあれ、まあ、デルデルさんといえばおなじみ犬パネですね。お、もうどの店も犬パネが入ってます。犬パネ、犬パネが人気なのかな。でここが、はい、モンハン、コウモチャマ、コウモチャマやっぱ人気ありますからね。人気、未だに。いや私コウモチャマずっと打ちたくて最近打ててないんですよ。で推し順ケロルンと北斗ですね。北斗もうこの多分コンテンツやってるぐらい新しい北斗が入ってると思いますけどもね。うんうん、ちょっと楽しみですけど、まだ僕のまだこの時点では入ってないんですけどね。そうですね。はい、でこちらが、まあ、ゴッドイーター、ゴッドイーター、エヴァですね。エヴァーでバイオですね。いや多いな、ここ人多いですね。多いですね。やっぱ人気ありますね。人気大ですね。はい、
でこちらが絆ですね。やっぱ朝一は絆多いですね。ツーとツーと絆やっぱ朝一は満台、満台ですね。満台満台だ。で、まあ、ちなみにですね、この店外周もスロットがぐるっと回ってまして、はい、うんうんうん、そこがバラエティになってるんですよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。で、かなりのバラエティなんで、それでまあミュージアムっていう、あ、まあ、なるほど、名前も、うんうん、こっから来てるのがミュージアムだからこうしたのか、ちょっとそこはまだ聞いてませんが、うん、というね、すごい多いんですよ。ここら辺も両サイドともそうですね。麻雀もあったし、戦慄のストレートスとかまだありますしね。すごい。開示するもあるし、で系譜もまだ置いてあるし、で前の吉村でしょ、多分これは。うわ、前の最初の吉村ですね。懐かしい。でね、僕の大好きな白ビッツがまだね、置いてきてくれるんですよ、2台もね、並びで結構。 あとこれキャッツアイもあるし、うるせえやつなんですよ。それもうね、すごいすごいラインナップがもう残ってるんですよね。なんかバラエティーに長けてますよね、デルデルさんの初代もあるし。え、私これ大好きだった。すごいなんで、楽園もってね、いいのはこう並びで置いてる、バラエティでも並びで置いてるのはね、うん、連れ打ちした時同じ台打ちたいんですよ。ああ、そうですね。そういうの配慮も結構されてるんですよ。わ、エウレカとかある、懐かしい。エウレカ2もありますね。エウレカ2もファフナー、この辺は萌え系ですかね。そうですね、世界系というか、はいはいはい、この辺が全部、こっち側はバケと窓ガキですから、まあ、この辺はちょっと萌え系に寄せてる感じですね。萌えスロー、はい、で、まあ、デイビスタバ2台で、モンキータッツも2台並びてますね。本当だ、並びで打てますよ、てか鬼神ってめっちゃドマイナーなんだけど、これデッカな、すげえデカな。あ、すごい。え、これが揃うことあるんですか。全国でほとんど導入されてないから、これを置いてるのはやっぱすごいわ。すごいミュージアムの名にふさわしい、ね、確かに確かに。あれめすごいよ、あれボーナス中ずっとビタ押しだからね。でコントラもまだ置いてるしね。わ、 3D だ。重要先生や僕大好きな泥の円幕もまだあるし、円幕でブラックラグツーも2台並び、天国乙女も、おー、ラーラジンもまだ置いてるし、ね、めっちゃ面白そう。で、蒼天2、前のバイオも置いてますし、結構なんか初代のやつとかも置いてるから、なんか初代知らない人も、サンダーリボルト新しいやつと花火を同じに系統ね、寄せて揃えてきてる。バラエティでもちゃんとそういうのなんか、あ、で、こっから上、はい、ちょっと優越感に浸れる上ですね。中2階、中2階ですね。はい、まだまだ続きますよ、バラエティー。エヴァ、モグモグ、デビル、デビルメイクライ、バイオですね。これ、初代バイオですからね。へー。え、だって何 ?4 つあるよ、リールが。そう、これまだ置いてるってすごい、すごい、すごい。てか打ちたいもん。正直ちょっと打ちたいもん。で、矢地北もでしょ、リバー2、ブラックラグ、懐かしい緑丼。この辺はちょっと結構かなり昔の地ですね。天下風部もあるし、あ、めっちゃ懐かしい、天下風部とか。で、もうね、すごいのはこれ、ね、忍びの初代の忍びがまだ置いてある。お、何年前ぐらいですか。もう6、もっとか、7年前ぐらいとか、6、7年前だと思う。すごいな、嬉しいですよね、やっぱずっとやってる人からすれば。ガルも置いてあるし、あ、本当だ、まだまだ続きますからね、バラエティ広い、日中2階なん、神鬼、鬼武者がある。鬼武者、クレアがね、クレアが2台まだ並んで置いてますからね。本当だ。で、広角もあるし、あ、私の好きなコードギアスもありますね。コードギアス腕ます。マッサムネもまだ置いてる。マッサムネ置いてるとか、ね、ダイト好きなんですよ、この店長が。なるほど、なるほど、確かに多いと思った。ジャックボット、ベルセルク、ザクロ、新しいのも入れてますけどね、まあまあ新しいのも間にまだ続きますから、まだまだ続きますから、すごいな。プリズムなら絶対正解、これは萌え系かな、クイーンズブレード、シンブレ、日暮らしも置いてますね、まだ日暮らし、懐かしいな。
あ、ツインエンジェルもある。で桜大戦3まで回る。うわ、懐かしい桜大戦アイドルマスターね、合います。これ全部で何種類ぐらいあるんですかね。ね、もうよくわかんないぐらい。わかんないですよね。でパルサーでしょ、ビオリラックマ置いてるからね。うわ懐かしいこれ懐かしすぎるマジで。あと頑固一徹燃えてるからね。でもこれもドマイナー機種だからね。コクッチーマスターズ、コクッチーマスターズ、あらゆる告知が、あ、そうなんだ、てんこ盛りの A タイプですか、これ。これも置いてるからね。もうね、こんなに告知がいっぱい。もっとこの店来たらまあ大体打てるよ大体揃ってる。大量2もね、早く3が出てほしいですけど、もう大好きですけどねこれは A タイプ、 A タイプ系ですかね。フジコマも置いてます。 B マックスで海と、すごいっていう感じでね。ちょっとこっちバックにしましょうか、はい、という感じで、こう見ていただいて分かるようにすごいよね、空間としてかっこいいし、はい、そうですね、バラエティーと半端ないし、半端ないです、ミュージアム感が確かに。だからそこで本来であればバラエティーで打つところをジャッカスチームというね、そうなんですよ、ちょっと急いでたんでただ残り物には服があるっていうところを ね、 そうですね、ちょっと今日は見せつけて、はい、つつあるあるを、うんうん、まあ、ここのあるあるの人がいるんで、それぞれ人たちと一緒に考えていくということをやっていきたいと。若干血がついてた人ですか。そうですね。あ、なるほど。ちょっといじるとこっちが怪我しそうな感じの人たちなんですけども、うん、毎回怪我してますけどね、はい、事故りそうなところちょっと頑張ってギリギリで頑張って、あるあるを今回も出して叫んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お金はいくら持ってる。私今日1万円しか持ってきてないです。1万円しか持ってきてない。1万円札しかないんですよ。だからスロットルを打つっていうことに対するこう姿勢がおかしいよね。スロットルを打つっていうことに対する構えがなってない。そんなことないです。じゃあやりますか。1万円、まあそれ残り物に服あるからね。はい、じゃあお金を入れるんですけども、どこまたこれが分かんない、ないある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 なんですけども、あれ、でもここありますけども、あれ1000円って書いてますね。ってことは1万円が入んない、入んないってことですね。あ、そういうことですね。ですとよく分かんないんで、うん、店員さんを呼んでみましょう。はい、もうこう見えててもいないような、あ、来た、このね、この統一感のなさ、ね、一見統一感ありそうでない、統一感のなさ、ね、ないで、この人が設定シティさん、はい、で玉ねぎさん、玉ねぎさん、玉ねぎ、玉ねぎ、おかしいでしょ、うん、玉ねぎさん、はい、でメガネさん、そのままというわけで、はい、今回は、うんうん、この3人と、はい、吉田奈々美さんで、はい、ノースロットノーライフ大喜利。なんだそれ、なんで私もやるんですか。私着てないし別に。というわけで、この3人と吉田さんで、はい、今回はあるある大喜利をやってもらいます。難しい。なるほど、毎回大喜利のテーマを出します、はい、でそれに対する答えを一人ずつ全員に聞きます、はい、あ、なるほど。奈々美さんも油断しないでください、ね、聞きますから。でそれがの結果によって、山田くんに、山田くんいますんで、山田くんにあのドル箱を座布団の代わりに、あのあちらの方にですね用意してますけども、あそこの方にドル箱をこう重ねていく感じで座布団代わりに。じゃあこの3人とあなたにですね、はい、私ですね、はい、スロットミディアムデルデルさんのあるあるは、はいはい、1万円札入れようとしたら1000円しか使えない、うん、これねあるあるなんですよね、はい、まあおそらくですけども、まあ、多分こういうところにね、機材でお金使うよりはそれをお客さんに還元してっていうことで使える機材は使って入れてるっていうコロギだと僕は勝手に解釈してます、はい、っていうことだと思うんですよ、はい、でじゃあ果たしてこれが入んなかった時にどうするのかっていうのがお題です。はい、はい、じゃあどちらからいきますかね。じゃあ吉田さんから、ね、私からですか、はい、とりあえず入らない、こう入れようとして、あ、ここだって見つけながらここを見て千円札って気づくじゃないですか、はいはいはい、で隣の人に千円札貸してもらえません。山田くん
ドル箱2つな、どういうこと、多くない、あのこの基準が分かんないんだけど、最終的にはドル箱の数が、何かの勝敗になってます。何かの勝敗。ドル箱、山田君、ナナミンにドル箱2つ、ナナミンにドル箱2つ、それじゃあ、お三方も、はい、お三方にもちょっと、この順番で、いや今の私の正解じゃなかったら何なんですか、教えてほしい。はい、じゃあ設定シティさん、設定シティさん、あ、僕からですか。これがあれ1万円入りませんでした、1000円しか使えませんでした、さあどうする、お客さんはどうする、自分だったらってことですよね。はい、どうする、お客さんだったらどうする、僕がお客さんとして来て入らなかったら近くの銀行で偽札か確認しに行く。ごめん、何言ってるか近くの銀行、近くの銀行にお札が本物か確認をしに行くと。あ、これが偽札じゃないかっていう、この前もらったお金偽札じゃねえかな、山田君、設定シティドル箱3つ。基準がどんどんなんか残念、設定シティさん、これ多いか少ないかちょっと後で分かります。少ない、多い方が色が少ないのは良さそう、だんだん分かってくると思います。はい、やだな。はい、じゃあメガネ、はい、はい、1万円入れようとしたら入れなかった、はい、さあどうする。はい、当店はメンテナンス行き届いてますんで入らないはずがないということで、まず脇でこすりますね、こすります。そしてあ、これが反対にして入れます。山田くん、メガネにドル箱5個これ絶対やばいやつ絶対やばいやつ。なんで脇でこうしたんですか、この なんで脇で絶対やばいやつだこの脇っていうのが、ね、意味が分かんないし、聞きたくもない。どうしよう。じゃあ玉ねぎさんお願いします、はい、1万円を入れようと思ったら入りませんでした、1000円って書いてました、さてどうします。店員さんに頼んで千円札1枚と交換してもらう。千円札1枚と交換してもらう、はい、私あの若干この企画をやったことを今もうすでに後悔してでしょ、山田君、玉ねぎ君に3個やばい、でも一番少ない、いいことなのかな、まあ、メガネ俺だけ多くないですか。メガネさんダントツですね。俺だけ多くないです座布団も多い方がいいじゃん。はい、というわけで、はい、若干の不安をっていうか、ね、だいぶ不安を感じながら、いや不安ですよ私も、進めていきたいと思いますけども全力でね、はい、2問目、はい、早くないペース。次の問題、ジャッカスチームのあるある、はい、あジャッカスチームこれね、あのね、わかりました私、あ、ね、なるほど、こんなね面白仕立てにしてるけども、まあ、大して面白いこと言えない、見た目だけだと、あの知識、あ、知識、ノースロットノーライブっていうぐらい、そうですよね、こののあるあるはもう皆さんね共感、もうね教えてほしい、あの見てる方々が共感するあるあるがね続々飛び出してくる。おというわけで、はい、まずは、まだ打ったこともない、はい、ななみさんからちょっとあるある、これをパッと見のあるあるでどんなあるあるがありそうかな。ちょっと見たんですけど、ちょっと見た、ちょっと小雑誌見たんですけど、なんか7が揃ってもビッグじゃないあるある。あーいいね、わかりました、わかります、わかる、言いたいこと、言いたいことわかる、本物のビッグだ、偽物のビッグある、そうです、色が違うんですよね、まあ、あの7の色が、7が揃った、だから揃ったと思ったらビッグじゃない、ビッグじゃないあるある、正解、イエーイ、山田くん、ナナミのドル箱を1個取って、ユー、1個取って、1個取って、はい、いいそういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、こういう感じ、オッケーオッケーオッケー、ナナミさんそういう感じでオッケー、さあ、あざす、面白いこと言うんだろうね、そうは言っても、ね、そうは言ってもやっぱ知ってますからね。はい、じゃあ設定シティさん、ジャッカスチームのあるある、はい、さてどんなのがありますか。まず栃木県民だから絶対思うことあると思うんですけど、栃木県民だから絶対思うことがある、思います、絶対に、はい、何でしょう。ジャッカスチームは栃木を応援してる台だと思う、栃木を応援してる台だと思う、なぜなら、その頃は
図柄はチェリーですけど、演出の時にイチゴが出るの分かります？はい、旅の時にチェリーなのにイチゴと、これはとちおとめ栃木でしょっていうあるあるです。あで上野さんはうーって感じですけど、多分私はあの今まで数ある罰ゲームでイチゴたちにめぐり合ってきましたからね、栃木で。なるほどね、はい、言えばイチゴです。だからあーとは思います。ドロー。おードロー。おーでも一番アッパイかもしれない、ドロー。まあ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 だってさ、まあ、別にイチゴ見て栃木県民おーって思わないでしょ正直。正直、とちおとめかも思わないですよ、全く。僕、今、栃木県民ですけど、実は埼玉県民なんです。埼玉、はい。山田君、選定室 D に、どれ箱1個、どれ箱1個。もう言わ、あの、言わなくていいことね、言っちゃうからね。ついつい。びっくりしたね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ジャッカスチームあるある。ジャッカスチームといえば。はい、ジャッカスチームといえば。大量の BGM があるんですけど、ヒロインの女の子がむちゃくちゃ可愛いんですよね。クロイちゃん、クロイちゃん、分かってる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 、いいとこ、いいとこ、かなり来てる、懇願してる、可愛い、あれはね、マジ可愛い、マジ可愛い、マジ可愛い。数ある BGM の中でも BGM が聴きたいだけにクロエビックを選ぶ。来た、来た、クロイ来た、来た、来た、これね、これある、絶対ある、絶対ある、あるあるある、やってください。やった、できるじゃん、やればできんじゃん。はい、メガネ全部取って、全消し、全消し、全消し。嘘じゃん、やるじゃん、分かってる、分かってる、あざす、あるあるですね。あるある、で、出たがり、出たがり。ドル箱1個、はい、戻して、出ると、やばいんだ、出るとやばい。喋ると、みんな追加で喋るとね、増えていくから、下手にね、喋らない方がいい。はい、じゃあ玉ねぎ、はい、ジャッカスチームのあるあるといえば、ジャッカスチームあるある、はい、ジャッカスチームの、ボーナス中の選択キャラ3人いるじゃないですか、はいはいはい、やっぱり完全告知ってなるとやっぱ主人、おっさんのキャラ、またこのおっさんのキャラが自分に似てデブで、ね、ピザで私にそっくり、長い長い、はいはい、玉ねぎくん、ドラマ2個、長い、はい、何っていう、まとめるとどういうこと、まとめるとどういうこと、はい、はい、まるで自分だと思う人が、たくさんいると。ちょっと待って、デブだから、デブだから自分だと思う、はい、で、自分もデブだから、はい、デブじゃないじゃん、全然ね、デブじゃない、ね、共感が全く得られなかった、はい、今多分太ってる人から、はい、おこだよ、おこ、はい、というわけで、お題ね、やった結果こんな感じのドル箱の数になってます。2戦目ですね、こんな感じでちょっと、大喜利何かあった時には、はい、何かあるある、もう見てますから、では、はい、この3人を呼び出せばすぐ来ますので、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ、1万円ですけど、はい、普通に両替しましょう。了解するそうです、はい、じゃあ了解して行きましょう、はい、了解してやります、脇にこすりません。あれはひどかったね、結局両替に行ってもらうっていう、あれはひどかった。そう、階段上がったところに、スロットミディアムさん、両替機ありますので、しかも上がった方の両角に、両サイドにありますので、覚えておいてください。でも見つけられないあるあるありません？見つけられないあるあるあるありますよね。その時はすぐ店員呼び出して、どうなってんだと。どこにあるんだって感じですよね。どこにあるんだ。さあ、じゃあやりましょうか。はい。はい。クローって出てるけど大丈夫？はい、上乗せ特化ゾーンを引いたのに、はい、何事もなく駆け抜けるあるあるちょっと読みますか、大喜利でもやりますか、そうですね、ちょっとじゃあ、大喜利でもやりましょう。合言葉は、合言葉は、はい、じゃあ大喜利です。みんな嫌がってます、はい、今吉田さんが
上乗せ特化ゾーンに入れたのに、駆け抜けました。何事もなく。そんな人にかける言葉は何？じゃあ吉田さんからお願いしていいですか。はい、そういうとこだよ。そういうとこだよ。そういうとこだよ。日頃の行い的だね。セーフ。おー危ない。ドロー。セーフ、ドロー。ふぅ、これもう評価しず、し、しが、しづらい。え、そういうとこだよって言われたらちょっとなんか、あ、うんって思う。そういうとこだよ。そうだ。はい、じゃあ、いい使い方。絶対シティさん。こっからですね。上乗せ特化ゾーンに入ったのに、私にかけてください。駆け抜けてしまった。はい。そんな彼女にかける言葉は何？じゃあ、実際に声をかけてください。あ、抜けちゃいましたね。はい。でも、全力疾走いいと思います。ただ、はい、多分あと足りないものがあるとすれば、おそらくちょっと力、エナジーが足りないんじゃないかなと。そんなあなたにレッドブル、いかがでしょうか。そんなあなたへのレッドブル、うまい営業してきて、いいよ、ベダ買いましょう。翼生えちゃいますよ。だってさ、だってエナジー足りないんだもん。はい、じゃあ、はい、いい、いい、割と良かった、割と良かった、うまかった、割とね、悔しいけど、あのね、店のね、ちゃんとね、あの景品もね、さりげなく紹介、さりげなくやってね、やってね、うまい。でも翼生えたら駆け抜けちゃいますかね。乗せてきた。乗せてきた。ちょっと減ら、私かっこいいも使ってるし、ちゃんと。ね、4個ぐらい減らそうかなと思ったけど、じゃあ2個は減らして、2個減らして。でそして私はあげればいいです。お願いします。はい。じゃあメガネさんいいですか。準備はよろしいでしょうか。私。はい。上乗せ特化ゾーンに入ったのに駆け抜けてしまった人にかける言葉は何？それもうそのスピードなら次もめちゃめちゃ速く吹けるはずです。そんなことよりも七海さんめっちゃ綺麗ですね。七海さんの判断で。はい。ちょっと最初ニヤニヤしてたのが嫌だった。気持ちが悪い。いやらしさを感じた。いやらしい気持ちが悪い。ちょっといやらしい気持ち悪いメガネだ。のメガネ が、うん、が持ち上げてきたから気持ち悪い。ちょっと2つぐらい乗せてほしいな。2つ乗せてください。ドレ箱2つ山田君お願いします。2つで済んだ。ね、気持ちが悪い。これ多分上野さんだったら5個ぐらい乗ってる。ボーントゥービー気持ち悪い。生まれながらにして気持ち悪くてエロい。エロいメガネだ。エロいメガネ。でもメガネはみんなエロ エロいと思えば。まあエロいですよ。エロいやつがいる。エロい、エロい。じゃあメガネじゃない。ない。玉ねぎ。メガネじゃない。玉ねぎさん。玉ねぎさんに、はい、じゃあお願いします。上乗せ特化ゾーン抜けちゃいましたか。はい。あの次がまたあの今弾けなかった分次でまた弾けますよ。次は頑張ってください。え？終わり？大喜利でした。玉ねぎくんはもう仕事がやる気があるのかないのかってわからないから。そうです ね、真面目なのか不満なんかね、様子がおかしい。そうですね、面白かったですけど、ある意味ある意味ですね、なんかね彼の特性なんですかね。ドル箱もなんか1個で、1個で山田くん1個で微妙、玉ねぎ、あのね山田くん1個で微妙、玉ねぎ、あのねもしかしたら俺サイドの問題かもしれない。とんでもない可能性を秘めてると 前からずっと思ってるんで。本当ですか。いつか出したい。ただね、開花させたい。俺の方のも、ごめん、俺の方の問題か。そうかそうか。いや、多分両替とかお願いしたらいいんだよ。俺もドル箱1個。どういうこと？俺もドル箱1個。俺がちょっと玉ねぎに悪いこと。俺のドル箱も1個。全然価値のないドル箱です、これは。すいませんです。そこなんだ。全く持って。大変失礼します。価値は…これなんか潜伏的なものあるんですか。ライブ RT で、であの特リブ引いたら落ちるパターンだから。わお。落ちたらここにゲーム数が出るから。う今のフーって落ちたから。今のフーフー今あのさあのさあのさ吉田さんお前適当すぎるだろ。そんなことないです。今の聞いてましたよ。今のフー適当すぎだろ。いやフーって。それはないない本当ないないです。びっくりするぐらい適当な時ある。いや今それを聞いて、えじゃあエナジーもらってこ、エナジーもらってこ、エナジーもらって。あ、私のエナジーもらって。何する構えてる。大変お待たせしました。
しかも設定シティさんでしたよね。これ大喜利成功したの。何え、なんかやりに来たの。ついでにあの電話番号聞いてくるように言われたんですけど。メガネの泥棒山田君3つあのメガネさん、あの夜道気をつけてください。あの誰が見てるか分かんないんで刺されたりとか。グダグダ、ね、だからエロいしキモいしグダグダ、エロいしキモい、エロいしキモいしグダグダだし全部ダメ。三拍子揃ってますね。おうおうおうついてねえなって思ってる絶対。なんか今日は朝からついてねえな。あのねこうなってる台のここに物を置くと落ちてくるので注意注意やめよ。あるあるとかで注意、タバコとかも置いてくともう落ちて。あ、そうですね、やめよ、ね、やめよ。だからあの貼っつけたんだ。これ台じゃないから、台じゃないから、ね、台じゃない、うん、ここだから台はここね、斜めってるから、ムカつくからメガネに、メガネとか置いといて。ムカつくからメガネとか置いといて。あ、びっくりした。痛かった、痛くなかった。大丈夫ですか。これ地味に、これ結構これこう行ったから地味に痛いですよね。泥箱地味に、地味にこういったから。いやでもしっかりカメラさんが押さえてたと思いますよ。びっくりした。ムカつく、メガネ、メガネムカつく。ね、あいつが今不正行為を行います。何ですか。あの自分のドル箱を玉ねぎにの方に移そうとしていたのを、玉ねぎさん、私今発見しましたので、メガネに、山田君メガネにあとドル箱3つ追加してください。イエーイ、3つ追加してください。下手なことばっかする。あいつね、出たがり、出たがり、目立ちたがり、エロくて、エロくて、キモくて、キモくて、なんだっけ、なんかで出たがり。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、動いた。ジャクチェリーなのに、なに、なに、連続演出になってる。ジャクチェリーなのに、見たことない連続演出が起きてる。ちょっと薄いのか、またこれか。お、さっきより、お、必殺技みたいな。あ、てかもう今はこう引いた。あ、本当だ。今引いた。今引いた。奇跡。よし、てか待って、引いてて引いたかもしんない。あ、ダブルかもしんない、もしかしたら。いや、わからない。わからない。ちょっとわからない。よし、1万9000円投資、647で、チャンス目、超チャンス目。本物の方引いてます、間違い、まずは。まずは、本物の方引いてるのは本物の引いてます。さあ、何でしょうか。わー、ビッグ。よし、まあ、よしなのかな。まあ、よしか。まあ、よしとするか。ちょっと、はい、どれを選ぶか大喜利でやりますか。どれを選ぶか大喜利、まあ、どれを選んでいいか分からなくなる、はい、あるある、なるほど、分からなくなったんです、僕今1万9000円入れてるんで、はい、あ、あれ、何ですか、なんで戸惑ってるんですか。女の人だからって。あ、え？なんだ、ちょっと恥ずかしいみたいな。完全に予測しない事態が起きて。だってめっちゃこと、え？え？っつって。ドキドキしちゃった。いや、私はどう、これが恋なのかなみたいな。これが恋、恋なのかな。多分死ぬまでずっと恋してますよ。大変ですよ。ありがとうございます。でもそんな代わりには2人来ましたから。はい、来ました。じゃあ立ち位置ちゃんとしてください。立ち位置ちゃんと。
はい、まあ、大時計の台でボーナスをちょっともうね1万9000円入れてるんで、もうどれを選んでいいか分からなくなってる、あるあるある、もうどあもう一発告知でも超えるみたいな、これはもうあるあるあるじゃない、このあるある。さあ、あなたならどれをおすすめしますか。大丈夫ですか、準備よろしいでしょうか。準備よろしいでしょうか、はい、今初めてちょっと吉田のこと可愛いと思ってなんでですか。いや、分かんない、さっきのドキドキ、あの吊り橋効果吊り橋効果とかやめてくださいさっきのドキドキが続いて今びっくり、可愛いですから、皆さんは思ってますから、可愛いと思ってます。はい、じゃあ可愛い子ちゃん、はい、お願いします。どれを選んでいいか分からなくなったあなたならどれをおすすめしますか。上野さんが好きなキャラクターで1万9000円分を癒されて、この子だったらこのまま終わっても仕方ないと思える子を選べばいいと思います。あ、じゃあやっぱこのね、クロエちゃんだったら満点、わかりますか、わかりますか、もう全部やったー、やったー、全部全部、そういうことなんですよ。ドル箱、ドル箱、あ、ドル箱いらない、ドル箱いらない、イエーイ、ななみ枠なくなる、ドル箱いらない、ドル箱、ドル箱だけ、山田君ちゃんとして、山田君山田、はい、じゃあ設定し T さん、ダイプの代でボーナス選べなくなった時どれをおすすめしますか。自分だったらやはり一発とかもちょっと怖いんで、まず悩むと思いますよね、皆さん悩みますよね、でその時にこう悩みながら考えてどうしようかなと思って考えてこう肘をついてしまって、あーみたいな、押してしまうみたいな、あるあるにあるあるを重ねてきた。実際さっきちょっとやってた。やってた。ちょっとやってた。やっちゃったし。やっちゃった。すいません。読み切れ、なんていうの、運が悪い。さっきやっちゃった。タイミングがね、運が悪い。私より。はい、運が悪いので、じゃあドル箱は2個追加。2個追加。タイミングがね、ちょっとね、悪かった。はい。はい、ミス。ミス。運が悪い。はい、じゃあメガネさん、はい、ダイトの大ボーナス選べなくなった時何をおすすめする。もうこれはもう言うまでもないんですけど、初心に帰るべきだと思うんですね。初心に帰るべき、ね、男なら、はい、黙って黒へ行ったか、これしかない。男なら黙って黒へ、初心に戻るがつながってこないんだけど初心に戻るって、初心に戻る、まあエロいしキモいし、何言ってるかちょっとよくわかんないのでどれ箱を3つ追加してください。もうね、ちょっと多すぎるんで、僕はエロいくとキモくてなんだっけ、エロくてエロくてキモくてメガネで、メガネで、何言ってるかわかんない、それ今メガネで聞こえたんですけどね、メガネで増えるで、メガネでメガネいっぱいいっぱいある、はいはい、じゃあ玉ねぎさんお願いします。ダイトの代でボーナス選べなくなったら何をお勧めする。まあね、こういう迷った時はね、どうせ当たって当たる当たらないは置いといて、はい、一発逆転で男だったら一発告知で、おーだよね、だよね、男だったら一発告知だよね、一発告知、okay、了解、一発勝負。じゃあ玉ねぎさん、ドラマこう3つ減らしてください。玉ねぎさん真面目なんじゃないですか、やっぱ3つ減らしてください。玉ねぎさん3つ減らして、3つやりました。今メガネさんがダントツですけど、メガネさんがね、もうね、どうしたんだろう、あ、私の多分翼を授かったんじゃないかな、どうしたんだろう、多分ちょっと変な方向に突っ走っている。はい、じゃあさよなら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 、面白いなこれ。はい、じゃあ私は先ほどの玉ねぎさんのね、はい、男は黙って一発告知に伺いたいと思います。行くんですか、はい、間違えないでくださいね。男は黙って一発告知、 OK、 お願いしますよ。ラストバナナ派手なですよ、こういうこともあるんですね。これが辛いんですよ、だから一発告知選べなかったんですけど、だから言ったの
ゃないですか。黒いに癒されながら、女の子に癒されながら1万9000円分を打った方がいいって言ったじゃないですか。なんでメガネの言うこと、玉ねぎさんの言うことを実行しちゃったんですか。なんかやっぱり玉ねぎ君が一番なんかこう真面目な気がするだけですよ、あの3人の中で。私も含めたら私の答えが一番多分良かったです。黒選べばよかった。そうでしょ、癒されたが少なくて結果ね、後悔するんだったらね、好きなの選んだ方がいいんですよ。そうです。というわけで、ジャッカスチームスロットミュージアムデルデルさんで、はい、まあ、楽しかったですけどね。楽しかった。あのジャッカスチームの楽しさを私は知った。ただもっとみんなに打ってほしい。ただちょっと楽しさをそこまで伝えられなかったっていうことがもう一番のね、悔しいです。最大のミスです。全てはメガネのせいで、メガネのせい、これからね、はい、そうですね、対決をしたいと思いますので、はい、ジャッカスチーム皆さんぜひ、はい、打ってください。はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとう。はい、というわけで、ね、はい、実戦終わりました。はい、もう不甲斐のないそうですね、不甲斐ない結果に終わってしまったことをまずお詫びします。はい、はい、失礼いたしました。失礼しました。私が1万9000円使いの37枚はい、はい、私は、5000円投資の67枚回収でした。ポンコツですね、本当。ですよ。まあね、でも、はい、あるあるはね、なんとなくうっすらあるあるはあるあるうっすらですけどね、伝えられ、そうですね、まあ、スロットミュージアムデルデルさんの、はい、魅力はなんとなく伝えられたと思います。で、デルデルさんの方ですけども、はい、こちらの方も、はい、景品が、あ、はい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 、あのこちらですね、はい、後ろに山崎さんの殺気を感じてますけども、殺気、こちらになります。え、びっくりした、景品をチャンス、こちらじゃなくてこちらですね。あんまりちょっと今日も何回か事故ってたんで、あんまり触らないです。じゃあこちらですね。こちらになります。はい、大辛口茎の種なにわやさん、ティーのスいた気もしますけどね。しましたね。あ、じゃあ食べたい。食べたいですね。食べたい。白食べたい。はい、というわけで吉澤奈々美の早食い対決のコーナー。イエーイ。一人しか今聞いてないですけど。食べたいっていうこと。そういですもんね。皆さんね。みんな食べたい。食べたい。食べたいっていうことなので、はい、というわけで、準備が整いました。4袋入らないっていう、皿に乗らないっていうことが起きまして、急遽秘宝伝のものですかね、よく見るとこれ、そこにある文字が書かれてますので、それを、皆さんに見せていただくようにお願いします。ある文字が書かれてますからね、それが見れるように。というわけで、じゃあ、始めたいですけど、まあ、どうしてもなんか辛さが足りないっていうことなので、私からですか。そうそう、それ今こうやっていこうとしたけど、開いてるね、がっつり開いてるね、まあ、こうやってかけようと思うので、ね、じゃあ名前の数だけね、どのくらい出るんだろう、やってみるか。ちょっと試すのやめてくださいよちょっと、ちょっと優しいところにかけてね。はい、優しいところにかけるわけがないよね。どういうこと？あ、このぐらいでいいのかな。わかったわかったわかった。わかったわかった。よ、じゃあこれはよしよ。よしまでじゃあ。よし。ざわななみん。多いよ。玉ねぎは青か。玉ねぎは青。しかも吉澤ななみでこれですからね。優しくない玉ねぎとか、じゃあメガネとかめっちゃ優しいじゃない。かけるよ、なんか言ってると。はい。玉ねぎ、うわ、色がやばいね、めっちゃ赤い、全然色が違う、あ、匂いやばい、はい、エロでキモいメガネだいぶなくなった感じ、だいぶな、じゃあ、はい、設定、し、ひ、はい、はい、というわけで、ご要望にお答えして
デスソースをかけましたので、この状態で、これ危ないからちょっとかけてくださいね。危ないですから、危険物みたいな。青だけ持っていきましょうか、一応ね、念のために青だけ持って、こちらの大辛口柿の種、早く対決。ちなみに、勝ち抜き1人、3人負けです。はい、いいですか、準備はよろしいでしょうか、皆さん準備はよろしいでしょうか。いきます、大辛口柿の種、早く対決、よーい、スタート。ちょっとね、僕もちょっと食べてみたいと思いますけどね。こぼしましたよ、こぼしましたよ。はい、全部食べ終わって口を開けた状態でゴールです。口を開けて何もない状態で終わりです。お前ら頭おかしいだろ。あ、俺ほんとちょっと完全な、はい、口開けて、じゃあもう汚い。はい、玉ねぎくんの勝利です。別に終わんないですけどね、早く食べてください全部。完全に泣いて、痛い。汗と涙がもう半端なく震えてるもんね、ちょっと。はい、というわけで、ご存知おなじみ全力あるあるのコーナーがやってまいりました。今回は早食いで負けた3名が、まあまあ、ダッシュとかをしてもらうんですけども、なんとね、幸いにもこう階段を見つけまして、今ね、手振ってる、彼が手振ってるとこまで全力で、そして全力で降りてきてもらうという形で行いたいと。そうですね、では、よーい、ちょっと待ってください。はい、はい、ゴー。はい、というわけで、今回のあるあるですけど、まあ、残り物には服が、ないです。並んでください、並んで一番最初の台を取ってください。あと1万円が入りません。1万円が両替、両替と上の方にあります。うるさくて全然上がる、早い、はい、早くない？はい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 、ちょっと目がね。はい、スロットミュージアムデルデルテンさんで、あるあるさよなら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 さよ